どうしてお腹が空くと腹の虫がグッグーグー鳴くのかな。食べたい食べたいってやっぱり鳴くのかな。でも北海道は空気がいいから食べるものも きっと美味しいだろうね。ありがとう。僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。時には暗い人生もトンネル抜ければ夏の海。そんな時こそ野の花のけなげな心を知るのです。ください。僕お腹が空いてるんですけど、何か食べるものがあったらください。おむすびがいいんだけど。わかること言うてない。すいません。母さんが一人で頑張ってきたのは誰のためなのさ。お前が早く一人前になって牧場さついでくれるのを楽しみにしてきたんでないの。それなのに。だから言ってんでねえが。俺には向いてねえんだ、牧場の仕事が。したからって何も東京さ行くことないっしょ。どうやって東京で食べていく気なの。なんだって食っていけるさ。もうティーナ、お前と別れて暮らすくらいなら母さん死んでやる。またそれだ。新次、お見合いだけでもしてよ。役場の遠山さんが言ってたけど、今度は全国から花嫁を募集したんだって。きっといい娘さんが見つかるっしょ。お前だって畜産大学まで出てんだし。バカ言うんでねえよ。そんな大腰来る娘はよ、よそのあまりもんでねえが。ワンちゃん、おいしいもの食べてるね。誰だお前。はい、僕はね、清っていうんだな。美しい花や小さな虫や自然が大好きでね、ずっとブラ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 歩きをしているんだけど、お腹が空いたらばね、北海道の人はとってもいい人ばかりだから、頼んでおむすびをもらって食べなさいってお母さんが言ったの。おむすび一つください。ビフ会へようこそいらっしゃいました。皆さん、このバスにお乗りください。どうぞ足元気をつけて。
私は東京から来た井口久子です。今回の集団見合いのプランナーですのでよろしくお願いいたします。これからアンケート用紙を配りますが、簡単で結構ですから記入してください。名札もきちんと胸につけてくださいね。これ持ってない？食えるから。これがあると食えるの？うん。そっか、ありがとう。食えないな。遊びに来たんじゃないの？きっとね。絶対そうよ。きっと冷やかしに来たね。そうよ。いよいよお宮の会場が近づいてきました。どうしたんですか？そんなに緊張して。今日は気軽に楽しくやっていきましょう。主催者側としましては、一人でも多くいい青年と出会って、このビフカで新しい人生のスタートを切っていただきたいと思っております。ではこれを食べて。素晴らしい恋人を見せてください。どうぞ。はい、どうも。はい、どうぞ来てね。はい、ありがとう。あんた本当にお見合いすんの？そう。記入しました？よくわかんないんだけど。わからないって。あなたの趣味は何ですか？趣味っていうのは どういうことです？好きなことは何ですか？あ、好きなことかな。好きなことは僕はあの絵を描くことが好きだね。うん、うん、じゃあ私が記入しますから答えてください。はいはい。次に好きな食べ物は？好きな食べ物っていうのは何でも好きだけどね、特にあのおむすびが好きだね。でおむすびもね、中に梅干しの入ったのもいいしね、それからたらこもいいね、おかかの入った鮭がおいしいね。ただいまからお見合いを始めます。ただしですね、好き勝手に相手を選んでもらいますと、一人の女性に何人もの男性が群がるということもありかねません。そこで、花嫁花婿候補の皆さんには前もってアンケート用紙を配って回答をいただいてきました。つまり相性のいい者同士をお見合いさせようということです。どうして？顔で選んでくれたらよかったのにね。そうよ。名前を呼ばれたカップルは返事をして前に出てきてください。まず最初は亀田君夫さん。はい、私です。期待に胸を膨らませたいい返事でした。相手の男性です。古田進君。おい、最悪だぜ。ちょっと何か言いました。お二人に温かい拍手を送りましょう。いいんですかね、今から手をつないで。次は榊原純子さん。はい。吉村志郎君。はい。二人の趣味ですが、釣りと山登りでぴったりでした。やった。どうしたんですか？お見合い会場行かなかったんですか？シンジが来るなって。坊ちゃん、本当に諦めたんでしょうね、東京さ行くの。伊沢といいんだけど。五郎さんからもうよく言い聞かせてくれないべか。いや、俺なんかこの時大将いてくれれば。本当だね。女親ではいくら喋ってみたってしたけど、案外いい娘さんと出会ってトントン拍子ってこともあるから。もう何組かのカップルが二人だけの話し合いに入っていますが、
多少ともですね、相手の男性に興味を持った女性には今日から10日間、実際に農家に入っていただいて暮らしのすべてを体験してもらうことになっています。では次のカップルを紹介します。この2人は面白いことになんと好きな食べ物がドンピシャリでした。それはなんとおむすびです。仙道泉さん。はい。藤島真嗣君。藤島牧場の真嗣君。また食べてる。藤島真嗣君。また呼ばれてるわよ。はい。はい。ちょっと、あんた誰ですか。誰って。誰って。いや僕はおむすび食べて。僕は藤島真嗣君よく知ってんですよ。あ、これは食券じゃないの。腹食いだよ、ちょっと警察。警察、僕は何も悪いことしてないんだ。悪いことしてる。やめてください。やめてください。さあ、行きましょう。信じなさい。どうしたんだ。いえ、別に。あら、どうしたのあんた。この人がどうしても真嗣さんに会いたいって言うから連れてきたんだな。仙道泉です。よろしくお願いします。はあ、真嗣さんのお見合いの相手なんだな。ああ、あんたが。真嗣さんですか。今日から10日間、こちらでお世話になることになりました。よろしくお願いします。真嗣。やっぱりダメみたいだな。あら、なんか焦げ臭い。すいません、失礼します。力入れて。よしよし、そうだ。うまいもんだな。
すぐに荷物まとめて帰ってくれよ。聞こえねえのかよ。人と話すときはきちんと相手の目を見たらどう？うるせえな。田舎を冷やかしに来るなんて趣味が悪いっしょ。冷やかす？そうだべさ。役場から往復の汽車賃もらってただで北海道見物かよ。だったらあなたは何よ。お見合いに替え玉なんか使ってすっぽかして冷やかしてるのはあなたの方じゃない。お前なんかに俺の気持ちは分からねえよ。分からないわ。勝手にしろ。いいところだね、ビフカは。よその人間は誰でもそう言うよ。特に都会の若い娘はよ。あんた、泉さん嫌いなのか？俺だって若い男だ。嫌いなわけないっしょ。あんな立品だしよ。じゃあ、もっと優しくしてあげれば。あの娘さんは素直へ東京へ帰った方がいいんだ。旅行で立ち寄るのと暮らすこととは違うんだから。もう息やめた方がいいんじゃないか？まだまだだね。でも今はやる気が満々なの。本当にここでの暮らしが楽しくなってきたみたい。そっか。頑張るわ。新次さんをギャンと言わせてやる。夢の中の森を抜けて一筋の白い道を歩いてる。知らない街に行きたくていつまでも歩いてる。目が覚めても忘れられないあの風景と自分の長い影。地平線の向こうから早く来いよと誰かが呼んでいた。綺麗だね。あんたのギターの音も綺麗だね。ベンチャラ言うんでねえよ。あんたいつまで居候する気だよ。新次さんと泉さんが仲良くなるまでいるかな。ふざけるんでねえよ。あんたに言っても仕方ねえけど俺にだって夢があるっしょ。どんな夢だ？東京出て作曲家になりてんだ。お母さん一人じゃ寂しいんじゃないかな。したけど俺は諦めねえ。広い空に浮かぶ雲は風の向くまま行方もわからない。バルーンのように自由だと憧れた夢の中。
何すんだよ、危ないんでねえか。私も連れてって。はい、早く。新次さんと仙道泉さんうまくいってますか。うまくいってるな。あ、それはよかった。実はこれなんですかね、毎年やってるんですけど、今年はお見合いしたペアにも参加してもらおうと思ってるんです。なんだこれ。いや、イカタコテストって、イカとタコのテストか。いや違います、イカダコンテスト。あ、ここで切るのか。イカダそうコンテスト、コンテスト、あの自分たちでイカダを作って、うん、それで手塩川を下るんです。そう、もちろん優勝した者には商品が出ます。商品ってあの小さなおむすびのことか。いや、新さんと泉さんのペアにも参加してもらいますんで、よろしくお願いします。あのきっと参加すると思います。はい。参加って何かな。喋ることなんかねえよ。私のこと嫌い？はっきり言って。だったらあんたはどうなんだよ。俺のこと好きなのか？好きだから家にいるっていうのか？まだわからないわ。そんなこと。でもこのビスカは好きよ。自然もあなたのとこの牧場も大好き。これでもう案内は終わりだ。明日帰ってくれ。新次さん、あなたはバカよ、大バカよ。何が作曲家よ、何が同郷よ。あなたが作ったあの曲は美深だから生まれたんじゃない。何を考え違いしてるのよ。ごめんなさい。やっぱり帰らなくちゃいけない？ここにいちゃいけない？
気でね。さよなら。ありがとうございました。縁がなかったことと諦めます。皆様お元気で。さようなら仙道泉。しんじああどうすんだよ。あんないい娘さん追い出してほら。バカだねお前は。どうしたんだ泉さんが。出てったんだ。ダメだ。泉さんは どこ行っちゃったのかな。泉さんが おらないとあのイカタコスト。イカタコンテストかできなくなるのにな。おといねっぷか。北海道って面白い名前が多いな。もしもし、そこのあんた、切符買ったんですか。切符はないので乗りません。さんは新次さんのこと どう思うんだ。好きよ。口は悪いけどでもきっと心の優しい人だと思う。うん、僕もそう思うな。でも新次さんの頭の中は東京へ出ることでいっぱいなの。私なんかが入り込む隙間がないくらい。もうダメ。僕にいい考えがあるんだけどな。にイカダのコンテスト。ベー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 。新次さんは牛の扱い方が上手だね。あんたも手伝ったらどうだ。いつまでもただ飯食ってねえで。じゃあなんだら諦めたのかな。東京行くのは。そうでね。お袋の方が折れたのさ。来月親父の7回帰済ましたら東京行くんだ。どうしたんだ。泉さんが かわいそうだね。なんでだよ。ここへ残らなくて幸せってもんだ。それでよかったんだ。新次さん、新次さん。よう、おはよう。えらいことだわ。仙道泉さんどこですか。帰ってまった。帰った、うん、あ、よかった。
東京の両親から偉い剣幕で役場に電話があってね、娘を返せって。したら親の了解も取らずに来てたのかい。それもあんた大会社のお嬢さんだよ。父親は越中島重工の社長だ。その女やっぱり面白半分で冷やかしに来やがったんだ。それは違うな。何が違うんだよ。違うから、違うんだ。おい、持っていうのさ、いかだ作るんだ。いかだってコンテスのか。うん、そうだ。東京行って出る前にね、残って一人になる寂しいお母さんのために優勝して喜ばしてあげるんだ。冗談でないよ。コンテスト明日出ないの、間に合うわけないべさ。でもやらなきゃいけないんだ。みんなで力を合わせてさ、はい。いいじゃん。こんにちは。いかだを作る木をください。なんだ、しんちゃんでねえの。コンテンツに出るのかい。ああ。いかだの名前は竜宮城がいいな。乙姫様を乗せるの。乙姫？そうですか。東京の美大で彫刻をやっていたんですか。小学生の頃、彫刻刀でよく板を削っていて、年輪を刻んだ木目って不思議だなって。本当に美しいですよね。よしさん、よしさん、汚ねえな、人に任せっぱなしで。自分から言い出してんじゃないの。よっよっ、いいかな。よっ、もう少しね。うん、僕は お腹が空いてな。そう言うだろうと思ったわ。はい、おむすび。うわー、泉ちゃん食べないの。じゃあみんな僕んだね。そう、みんな清さんの。ありがとう。うん、うん、うん。よかった。同じ味だ。ダメだ、とても間に合いやしね。諦めないで、私も手伝うわ。すげえな、竜宮城の乙姫様が戻ってきたんだ。まだ夜明けまでに山があるわ。力を合わせてやってみましょう。わ、よし。よしさん、できたよ。今度がいい。あ、清さん。すいません。もう一眠りしてこようかな。Thank you.
田コンテストの結果を発表します。準優勝、美深高等学校3年 A 組の輝けビューカの星号に決まりました。続きまして、いよいよ今年のチャンピオンの発表です。タイム1時間31分34秒得点94点、優勝は藤島牧場の竜宮城号に決定しました。副賞は、美深特産品1年分です。なんかほっとしたら眠くなってきちゃった。いやー、誰か来てるんだよ。がどうしたんだ。お父さん、お母さん。車に乗んなさい、帰るんだ。荷物はこれだけでいいの。何をやってるんだ、早く早く乗んなさい、はい。さようなら信じ。さんはあんたの本当の心を知りたかったんじゃないのか。藤島真嗣と言います。泉さんと結婚前提にお付き合いをさせてください。お父さん、お母さん、お願いします。お願いします。お前とか他言を言うんじゃないよ。泉、車に戻りなさい、ね、お前は来なさい、来なさい。なんだよお前は。やめてください。無礼をすると言うじゃんぞ。お父さん、お父さんの尊敬する山下画伯、この方よ。え、ごめんなさい、知らないふりをしていて。お父さん、お母さん、泉さんはね、僕と一緒で自然が大好きなんだ。だからこの緑がいっぱいの この土地で真嗣さんと一緒に暮らしたいんだね。山下先生。僕は先生じゃない、
ただの清だ。娘の気持ちなどまるで考えず、いい年をしながら孫とにお恥ずかしい。泉、よくわかった。ただお前がここで暮らしていけるかどうかお父さんは心配なんだ。もしご迷惑でなかったら藤島さんの家にもうしばらく置いてもらって、その上で自分でやっていけると思ったらお父さんに知らせなさい。お父さん。分かったね。ええ。新次さんと言いましたね。泉をよろしくお願いいたします。はい。新次さんも泉さんもどうぞ元気でね。清さん、ありがとう。ありがとう。本当にありがとう。私頑張ります。じゃあさよなら。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 よっしゃ。なんもないけど、おむすび握ったから持っててください。僕はおむすびは大好きなんだな。本当に清さんは縁結びの神様だもんね。縁結びっていうのはおむすびより上等なのかな。じゃあ皆さんさよなら。さよなら。体に気をつけてね。皆さんもどうぞ元気で。さよなら。さよなら。さよなら。